面白い魔法だ。だが私も心得ている。これは少しお返しをしてあげないと父さんに顔向けできないな。私も戦います。セレフ、セレフはどこだ。夏、グレイ、お前が END だったのか。そこをどけ。答えろ夏。邪魔をする。俺はゼルフを。こんなに近くに仇がいたとはな。どけ。安心しろ夏、俺がお前を止めてやる。どけ。目の前にいる人間をよく見ろ。敵か味方か、思い出せ私たちの育んだ時間を。いいか、よく聞け。時には喧嘩をするのもよい。じいさん、憎しみや恨みは暴力に用いてはならん。それがギルドじゃ。わしは、私はお前たちを愛している。グレイ様、あまり心配かけないでよ。エルザさん、さっきの光は一体。まるで話にならない。なんだこのデタラメな強さは。スパイラルペイン。面白い魔法だ。だが私も心得ている。全員伏せろ。しばらくぶりだね、エルザ。知り合い？知らん。何者だ。やったか。消えてくぞ。それにしてもさっきの光は一体。フェアリーロー、
マカロフ最強の魔法だ。目の前の敵が急に倒れましたよ。フローマ様、誰の魔法か分かりませんが助かりましたね、お姉様。これは少しお返しをしてあげないと父さんに顔向けできないな。ほう、私たち二人を相手にするのか。相手にするのは私たちに盾つくものすべて。まぶしい光、白き魂は自由なる空へ。お姉様、体が何だ、何が起きて、これはまずい。なんだこれ、気持ちいい。ラクサス、あ、戦争中になんて顔してんだよ、決めよ。気持ちいい。これはラケードか。私も戦います。ラケードよせ。味方にも被害が出ている。これは失礼しました。お姉様しっかり。私の魔法は快楽。開け創魚球の扉。死んでしまうんだよ。白と光を快楽だと全滅。クリムソルシエールが全滅したというのか。なぜ陛下と戦う道を選んだ。光を手に入れた。浅いな。陛下には一人の息子がいた。強大な光の力を持って生まれた子だった。ゼレフの息子だと。私の名はラーケイド・ドラグニル、ゼレフ・ドラグニルの息子だ。ドラグニルって。許せないでしょ、そんなのは。光の刃。神楽様、君も火薬の味を知るといい。愛とも言えるんだ。どんな苦痛もなく死ねるんだよ。いいね、その絶望さえも快楽に染めてあげるよ。いや、陛下もこう倒せるとしたらそれは